フェフェケフェケフェ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 ケフェケフェ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 ケフェケフェフェケフェケフェフェケフェケフェおじゃんしどうこんにちは。小学1のお時間がやってきました。私、お笑い講師のアリウッド名越翔でございます。はい。小学1、ツッコミということで、今日はツッコミの、授業をですね、やりたいと思います。今日は4問、ね、ツッコミ方をですね、皆さんと一緒に、解いていきましょうということで、4問、ご用意しておりますので、4問ボケをご用意してますので、皆さんならどう突っ込むかということをちょっと考えて、一緒に、答えていきましょう。はい。一緒に突っ込んでいきましょうということで、まず最初の、問題、こちらでございます。最近寒いですね。2月でこんだけ寒かったら、7月、8月、どんだけ寒いんでしょうね。このボケに似合うツッコミを答えようということでですね。はい、まあ漫才にありがちの、ボケでございます。最近寒いですね。2月で寒かったら、こんだけ寒かったら7月、8月、どんだけ寒いんでしょうねっていうね。数字ボケですね。2月は冬ですけども、ね。7月、8月は暑いんですからね。うん。はい。これはね、なんでやねんとか、どないやねんとかって、一見、突っ込みたくなりますけども、そこは我慢して、ね、正解はこちらでございますね。あぶちゅ、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 こちらが、正解でございますね。最近寒いですね。2月でこんだけ寒かったら、7月、8月どんだけ寒いでしょうねって言ったら、あぶちゅ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 、こちらがね、楽しいツッコミはこちらでございますね。はい。回答の方は、アプチュー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 になりますね。はい。皆さん、こうやって正しい回答をツッコめたんでしょうか。はい。まあ、正解率は、こちらですね。まあ、大体、高校生で、まあ、20% ぐらいですね。はい。はい。じゃあ次の問題行きましょう。問いになります。相方がはいどうもーと言いながらセンターマイクを通り過ぎて帰ってしまいました。このボケに見合うツッコミを答えよというね。まあこちらは、まあ漫才ということですね。漫才が袖からまあセンターマイクに、の前に立って漫才をするわけですけども、センターマイクでの前に立って漫才をしなきゃいけないっていう漫才ですからね、っていうのがあるんですけども、それを通り過ぎて帰ってしまったっていうところがね、一応ボケになるんでしょうね。そこがボケになります。で、このボケ、帰ってしまったっていうことのボケに対して、見合うツッコミを答えよっていうことですね。もう簡単ですよ、こんなの。はい。ね、ね、これはですね、殺すぞこれーこれージュレーガハーン、こちらが正解ですね。殺すぞこれーグレージュレーグフーン、こちらが正解ですね。はい。ね。おいおい、な、おい、どこまで行けねえんっていうのじゃないです。これを帰ってしまったっていうことを確認してから、殺しよ、これグレージュレーグフーンっていうね。こちらを、帰ったっていうことを確認して、まず電話した方がいいですよね。電話、もしもし、相方、あ、帰った帰ったの、ああ、殺すぞ、これグレージュレーグフーンっていうね。そこまで突っ込めたら100点でございますね。はい。ちなみに、この正解率、高校生で 40% になりますね。はい。じゃあ次の問題、行きましょう。問3になります。会社の上司にボケられました。この羊羹、羊羹で この羊羹、羊羹で食べるんやで、このボケに身を突っ込みを答えよう。ということですね。まあ、この問題ね、まあ、会社の上司にっていうとこがキーポイントでございますね。会社の上司。まあ、会社の上司では面白い人はいないですよ。で、会社の上司にボケられました。もうボケんでいいんですよ。結局は、会社の上司は。会社の上司はボケなくていいのに、そこ、この、ね、この羊羹、羊羹で食べるんやでも、もう腹が立ちます。だ、もう腹が立ちます。こんなのボケんじゃないよ。お前の相手なんかしたくねえよっていうことを込めまして、こう突っ込んだのが一番100円ですね。うん。マザーファッカー。
ね、こちらが一番いいツッコミですね。この羊羹、羊羹で食べるんやでー、マザーファーカー。これが一番、100点のツッコミでございますね。ちなみにこの正解率は 10% でございました。はい、じゃあ最後の問題に行きましょう。問い4になります。手術中、ドクターにボケられました。メス汗3000貸して、このボケに見合うツッコミを答えようということですね。はい、この、問題のキーポイントは手術中ですね。手術中に、ドクターがボケるということで、もうね、人の命にかかることですよ。人の命にかかる ことで、こんなボケてる暇、こんなことをしないでくれっていうことをね、突っ込めばいいんです。ね。ということで、おい、手術中だろとか、真面目にやれとかじゃないんです。正解はこちらになりますね。手術中 !3000 貸してはまずいわけだ、そうだろ、退席してください、退席してください、退席してください。ね、こちらが一番いい答えです。手術中、3000貸してはまずいわけだ、そうだろ、退席してもらいなさい、退席してもらいなさい。ね、誰の真似かは別に言いませんけどもね。はい、退席してもらいなさい、退席してもらいなさいっていう、こちらが、正解できれば、もう、プロ級になります。こちらの正解率は、ちなみに 5% でございました。はい、今回ツッコミの、お勉強をしてきましたけどもね、余裕を持って、このぐらいのツッコミができれば、皆さん、もうプロのお笑いの芸人と言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい、というわけで、何かボケがありましたらね、皆さんバンバンとツッコんでいただければね、よろしいんじゃないかなと思いますね。はい、というわけでね、小学1ツッコミ、また次回おじゃんし。